はい、よろしくお願いします。皆さん、ヒデオニって覚えていますか？ヒデオくんから逃げる遊びなんですけど、今回、1、2、3、味方に3匹と、相手チームでヒデオくんが4匹で、7匹のヒデオくんから、逃げたいと思います。もう一回でも捕まってしまったら負けなので、昔やってたヒデオニって4匹だったんですけど、バージョンアップ、レベルバージョンアップで7匹から逃げていこうかなと思います。そろそろ動くのかな。来たよ。やべ。両方から来た。両方から来てるよ、これ。どっちに逃げるかっていうのが大事になってくるな。これ、量が多いからさ、みんな同じ動き、やべ、危ない。ただ、足の速さだけ、ヒデオくんよりはある。量がえぐい。いきなりその量はえぐいって。もう、ヒデオさんも来てるよ。こっち逃げていこう。やべ、先回りされてる。ちょっと待って、降りたらいるこれ。うわ、やべ、危ねえ。数がえぐすぎる。うわー、危ねえ。数がえぐい。うわー当たってないよな、今。しっかり逃げていかないと、ヒデオくんに、待たれてるので、7匹のヒデオ。もう7匹のヒデオってワードが怖いわ。うわー、降りれない、待って。待って、すごい、ここ。ヒデオ屋敷。ヒデオ屋敷になってる。ここで、じゃあちょっと、このヒデオくん1匹と、わちゃわちゃしよう。1匹なら多分逃げれるかな。よし。一匹なら、やべ、別来た。危ない。待って、別来た、また。もっと来た。いっぱい集まってきたよ。こっちにジャンプだ。やべ、いけなかった。ジャンプ難しい。ヒデオさん、なんでそんなとこ待ってるの。危ない。うわー、あー、危ない。当たってないよな、今。大丈夫。リプレイ検証もあるかもしれないけど、後で。編集した時の俺しか見れないけど、待って、ここめっちゃ来てる。ここめっちゃ来てる。本当にやばい。上から落ちてくんじゃないか、これ。大丈夫だ。やばい。ここやばい。うわー、危ない。ヒレをたくさん落ちてくるよ。ここすごいよ。待って、またここ行くしかない。ちょっと待って、ジャンプ。 OK、 わかんない。リプレイ検証しないとわかんないレベルまで達してきた。危ない。はい、どうも。第2回戦目、行きたいと思うんですけど、さっきね、当たってるかわかんない。まぁ、ちょっと、時間を伸ばして、ステージも広げてやっていこうかなと思います。今回も、ヒデオくん、なんで出てんのこの牢屋から。ヒデオくん。ここから出ちゃダメって。ヒデオくん、捕まってないと。待って、やばい、動き出すかも、これ。頑張って、いっぱい来た。待ってね。ちょっと待ってね。これやばいよ。もう、さっきのさ、どうなってるかもわかんないのに、難易度を、上がってんのかな。まあ、時間は伸びたからね。難易度上がって多分やってると思います。7匹のヒデオくんを捌くのは結構難しいと。難しいと思うんですけど。やばい、ヒデオくんが後ろから追いかけてきてるよ。うちのチームの人はさ、俺の名前見てどこに俺がいるかわかるんだよね。危ない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 
一応隠れても場所バレちゃうのが厳しいですよね。ヒデオさんめっちゃ来て、待って待って、やばいやばい。ここやばい、ここやばい、ここやばい、ここやばい。すごいよ、ここの数。やばい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 。やばいやばい。やばいやばい。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。危ない危ない、わかんないわかんない。今はもうリプレイ検証。今もわかんない。今は当たったのかどうかわかんないですよ。ちょっと、あーはははは、あーはは、あ、ここ抜けてる。あ、危ない危ない、やばい、強度すぎる、やばい、やばい、あーあーあー、危ない危ない危ない、ちょっと、ヒリオさんが前にいる、ヒリオさん前にいるよ。ヒロさん、やばい、なんか、俺に気づいてないぞ。待って、ヒロさん俺に気づいてない。なにこれ、ラッキー、めっちゃ楽なんだけど。ヒロさんが全然気づいてない俺に。何していいんだ一生わかんない。これ一生わかんないじゃん。これ、一生わかんないじゃん。みんな同じことをしてる。みんな待って、後ろ来てる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 よ。ちょっと何かこの上行ったらさヒリオたちがみんな集まってきた集まってきた。しかもヒリオ、え、ヒリオさん登ってきた、ヒリオさん登ってきたなんで登れんの一匹だけ、他の人みんな登れないのにヒリオさんだけ登れるんだけど